こんにちは、和之助です。今日はピクセルアートが楽しめる Bluetooth ポータブルスピーカーをご紹介したいと思います。リブームという海外メーカーの Bluetooth スピーカー、タイムボックスイーボーです。他の Bluetooth スピーカーと違うところは目覚まし時計機能もあるんですが、一番熱いところはピクセルアートができるところです。これにつきます。日本向けにはワイズテックという音楽機材とか電気通信機器の製造販売を行っている会社が輸入販売元となっているみたいです。この会社、音楽機材を扱っている会社ということもあって、実際ホームページを見てみると音質に力を入れている会社というのがわかります。今メインでアンカーの Bluetooth スピーカーを AUX 接続で使用しているので、もし音が良かったらメインスピーカーとして使おうと思っています。はい、それでは開封していきたいと思います。外装を外すと真っ黒な箱にシルバーでリブームと書かれた箱が出てきます。なかなか高級感があっていいと思います。まず最初に本体が出てきます。検品の紙、充電用の USB-C ケーブル、説明書が出てきます。説明書は各国に対応していて、日本語表記もありました。では一旦机の上を片付けて本体を開けていきたいと思います。梱包は丁寧にされています。本体が現れました。正面はおそらくガラスパネルだと思います。あと特にタッチパネルということではありません。上部には何個かボタンがついています。素材感はマットなラバー素材で、触り心地はサラサラです。側面には電源ボタンがあります。背面は 6W スピーカーになっています。充電も付属の USB Type-C ケーブルで行うことができます。逆の側面にはリブームのロゴが彫ってあります。結構本体の完成度は高いんじゃないでしょうか。梱包物の紹介は以上となります。入っていたものはこれで全てとなります。あと、この動画が良かったと思っていただけたらチャンネル登録もお願いいたします。では電源を入れます。バスの効いた音源とともに Bluetooth のマークが現れます。デフォルトではデジタルの時計が表示されています。ピクセルアートは 16×16 マスのピクセル表示となっていて、レトロだけどなんか新しい、そんな感じです。それでは実際に使っていきたいと思います。まずはリブームアプリを立ち上げて、最初にペアリングをしておいて、このアプリから様々な設定を行うことができます。それでは基本的な機能を紹介したいと思います。まず最初に時計としての機能があります。ここでは文字の色を変えることができます。時計の種類も何種類かあって、好きなものを自分で選択することができます。私は結局デフォルトの時計表示に戻しました。他には追加で天気や温度計、カレンダー、あとはランダムでクラウド上にあるピクセルアートを表示したりもできます。続いて読書灯とまではいけませんが、暗闇で光るちょっとした常夜灯の機能もあります。明るさ調整もできて、パターンも何種類か選べます。続いてはクラウドチャンピオンという機能で、クラウド上にある最新のピクセルアートをランダムに変えてくれて、定期的に更新してくれる機能です。特に何も考えず常に新しいデザインが表示されるので、見ていて飽きないと思います。続いてビジュアライザー機能です。これは音楽に合わせて色が変化する機能です。ネットラジオ機能があるので、これで試してみました。通常の音楽でも大丈夫です。続いてカスタム機能です。これは自分で作ったりダウンロードしたピクセルアートを最大で12個まで連続表示できる機能です。統一感を持たせることができるので、世界観を出せてとても楽しいです。
とりあえず適当にダウンロードしてみました。結構気に入ったのでこのまま使いたいと思います。ちなみにこれは3セットまで作成可能です。他にもダウンロードしてみました。こんな感じで世界中の人がクラウド上にアップしているピクセルアートをダウンロードして自分の世界観が作れます。見ていて飽きません。 YouTube 的なものもダウンロードしてみました。正直この機能を求めて購入したと言っても過言ではありません。これらの機能はスマホからでなくても一度登録しておけば本体上部にあるボタンで切り替えることができます。デフォルトは時計機能です。さらにボタンを押すごとに常夜灯、ランダムなピクセルアートの表示、イコライザー機能、カスタム機能の1番から3番の切り替え、最後に消灯となります。もう一度押すとデフォルトの時計に戻ります。こんな感じで切り替えることができます。基本機能は以上となります。普通に使う場合これでも十分な機能なんですが、他にも様々な機能があるのでご紹介したいと思います。まず自分で自由にデザインを作ることができます。ちょっと適当に描いてみたいと思います。絵心がないんですが一応リンゴ的なものを描いています。これを登録してローカル保存したりクラウドに公開したりできます。とりあえず今回はキャンセルします。続いて動きのあるピクセルアートも作ることができます。また例のごとく適当に絵を描いてみたいと思います。まず一つ目のデザインなんですが太陽を描いています。次に雲っぽいものと雨っぽいものを描いています。絵心がなさすぎて泣けます。使用感は割と直感的な操作でできます。ちなみに写真からの取り込みも行うことができます。はい、では終わったので例のごとくキャンセルします。時計としての機能も充実していてアラーム機能も曜日や時間を指定して設定できます。続いてプランの設定ですが作成したプランの期間ピクセルアートを表示することができます。これ周りの人に自分が今何をやっているのか知らせるのに便利だと思います。DJ ミキサーもあります。あまり使わないと思いますけどちょっとした遊びには使えるんじゃないでしょうか。 iPhone に入っているあのアプリと同じような感じです。ゲーム機能です。これもおまけ程度な印象です。懐かしいゲームがあったのでちょっとやってみました。本体上部のプラスとマイナスでバーを移動するんですがボタンが硬いので非常にやりづらいです。おまけ程度だと思ってください。はい、エディター機能です。これは入力した文字を電光掲示板みたいに表示できます。お店のポップなんかにありそうな感じのやつです。ちょっと面白いなと思ったのが伝言機能です。はい、和之助です。まずはこんな感じで録音します。すると録音した音声が再生されます。はい、和之助です。そして画面が吹き出しになります。この状態で本体右上のボタンを押すと再生されます。はい、和之助です。再生されるとすぐに削除される仕組みになっています。はい、和之助です。ボイスチェンジャー機能もあってお遊び的な伝言ゲームとしては面白いと思いました。この機能は本体のみでも使用できます。他にもタイマー機能や騒音計、スコアボード機能なんかもあります。SNS や着信などの受信にも対応しています。肝心の音声については中低音から低音が強めといった感じです。今日はですね、PC の液晶モニターにつけるスクリーンバーを紹介していきたいと思います。使えなくはないんですが、メインスピーカーとしてはいまいちといった印象です。致命的なのが遅延が発生するので動画の視聴には向いていません。Bluetooth 接続なのでやはり遅延が発生してしまうようです。
AUX 端子もないのでステレオプラグがさせません。残念ですがメインスピーカーとしては使えませんでした。我が家ではピクセルアートもできる時計として今後使っていきたいと思います。以上でリブームのピクセルアートが楽しい Bluetooth スピーカーの紹介を終わります。最後までご視聴ありがとうございました。では次の動画でお会いしましょう。